ルーカス・ヌメチャは、ドイツ・ハンブルク出身のサッカー選手。VFL ・ボルフスブルク所属。ポジションはフォワード。マンチェスター・シティ FC のユースチームに加入し、ユースチームで10年間プレーした。2017年12月19日、エフルカップのレスター・シティ FC 戦トップチームデビューを果たした。PK 戦では3番目のキッカーを務め、ペナルティキックを成功させ勝利に貢献した。 2018年4月29日、プレミアリーグウエストハムユナイテッド FC 戦にガブリエル・ジェズスと交代で途中出場し、プレミアリーグデビューを果たした。2018年8月9日、プレストン・ノース・エンド FC にレンタル移籍した。2019年8月3日、VFL ・ボルフスブルクへ1シーズンのレンタル移籍。2020年1月3日、 ミドルズブラ FC へのローン遺跡が決定した。2020年8月20日、RSC アンデルレヒトへ1シーズンのレンタル遺跡。2021年7月16日、VFL ボルフスブルクへの完全遺跡が発表され、2025年までの契約を結んだドイツ人とナイジェリア出身の両親の間にドイツのハンブルクで生まれ、イングランドで育ったため、 ドイツ、ナイジェリア、イングランドの3つの国の代表でプレーする権利を持つ。2016年から U-18 イングランド代表と U-19 イングランド代表に選ばれている。2017年には UEFAU-19 欧州選手権の優勝に貢献した。2018年5月18日、A.D. ブース・ロイド監督によってトゥーロン国際大会に出場する。 U-21 イングランド代表に選出された。2021年には UEFAU-21 欧州選手権2021に出場し、優勝を経験した。弟のフェリックスヌメチャもサッカー選手。ありがとうございます。